S-39、S-39 はアメリカ海軍の潜水艦、S 級潜水艦の一隻。S-39 は1919 19年1月14日にカリフォルニア州サンフランシスコのベズレヘム造船株式会社で寄港した。1919年7月2日にクララ・エム・フーバーによって命名浸水し、1923年9月14日に 艦長ジョン・ー・スコット大員の指揮下収益した。収益後の成長を終え、S-39 は戦闘艦対潜水艦部隊に合流した。1923年10月から12月までカリフォルニア州南部で演習に従事する。翌1924年にはパナマ運河南方に移動し、その後カリブ海で最終航備、演習及び訓練選考を行う。 4月庭に,に戻り最初のオーバーホールを受けた。9月17日、S-39 はサンフランシスコを出港し、フィリピンに向かう。新ジュアントグアムを経由して、11月5日にマニラに到着。アジア艦隊第17潜水船隊に加わり、ルソン島海域で訓練を追った。1925年5月半ばに部隊と共にアジア大陸に向かい、 アモイと香港を経由して、チンタオに到着した。9月初めまでチンタオで活動し、その後マニラに帰還、続く16年間を、夏はチンタオからの中国沿岸の紹介、冬はフィリピンでのオーバーホール、帰還後未、陸軍と海軍の共同訓練、演習及び短期紹介といったスケジュールを繰り返した。ちょうど、新珠湾攻撃の直前、S-39。 ジェームズ W 高官長は、ルソン島南方を偵察中であった。12月8日の後、S-39 は、サンベルナルジの海峡に移動し、日本軍の機雷不設を妨害しようとした。機雷不設艦は、護衛艦によって守られ、S-39 は、爆雷攻撃により、湾に留まらざるを得なかった。12月11日、S-39 は、1日中攻撃を耐えることと、 なるその後、より有望な任務である日本軍の補給船の切断に従事することとなる。12月13日、S-39 は日本の貨物船を攻撃したが、再び護衛艦による反撃を受け、戦果を確認することはできなかった。S-39 は、紹介を続け、他の目標を追跡したものの戦果はなく、12月21日にマニラに帰還した。 敵機の活動が活発になり、同地域の海軍施設を守ることができなくなると、1942年1月中旬に S-39 はアブデコムに合流した。途中、第二の紹介を行い、1月24日にスラバヤに到着する。簡略化した信頼性検査の後、第三の紹介に出撃する。軍司令部は日本軍のティモール上陸を予想し、 S-39 は、カリマタ海峡に配備された。日本軍の本体は海峡を通過し、ジャワに上陸したが、S-39 はそれを発見することはなかった。S-39 は、南シナ海、ジャワ海で活動し、チェビア島を通さ、シンガポールを脱出したイギリス軍交換を捜索した。S-39 は、捜索隊を上陸させたものの、 発見することはできなかった。S-39 は、澄んだ海峡を経由して、オーストラリアに向かい、3月4日にの地点で6500トンの、給油艦エリモを発見。S-39 は、目標を、五福島丸、日本水産、106トンあるいは、立川丸、川崎汽船、190トンと推定して、MK10 型魚雷を4本発射し、 うち三本が命中して爆発するのを確認した。これは、姉妹艦の S-37、S-38 が上げた戦果と同様に、シュガーボートが上げた顕著な戦果であった。二週間後 S-39 は、フリーマントルに到着し、4月末までに、ブリスベンに移動、5月1日には、第四の紹介に出港した。続く週間の間 S-39 は、 ルイジアード諸島の指定地域を通査し、その後ソロモン諸島海域での活動に従事した。フランシス・イー・ブラウン艦長に指揮された S-39 の第5の紹介は、機械的故障で2度、副長の体調不良による入院で1度の計3度延期され、8月10日に開始した。ニューアイルランド沖のステーションを割り当てられ、s 十九は産後海を横断して、 ルイジュアード諸島に向かった。8月13日から14日にかけての晩、ローセル島付近で暗礁に衝突、座礁、左限に35度傾斜した。直ちにバラストを排出、燃料を放出して、船体を軽くし緊急交代したものの、何の役にも立たなかった。激しい波が、船体に打ちつけ、岩の上にさらに押し上げた。8月14日は1日中。 15から20フィートの波が打ち付けたが、乗組員は、艦のコントロールを回復させるために、さらに燃料を放出したり、新艦を外した魚雷を発射したりした。8月15日、艦の傾斜は60度と増加し、波は相変わらず激しく打ち付けた。S-39 は岩に激しくぶつかり続けたが、総海底カトゥーンマが救援に訪れるとの連絡が行われた。 乗組員の脱出が始まり、CNG ヘンドリックス中尉と WL シェンク、総長は陸上へ向かって泳ぎ、ラインを張るために発射した暗章に引っかかった魚雷を安全にした。その後他の乗組員の脱出を支援し、正午までに32人が海岸に到達した。カトゥーンバは、その後間もなく到着し、翌16日までに S-39 の乗組員の大半が、 上官した。艦長は S-39 が波に打ち付けられるままであることに納得したため、砲撃によって破壊されることなく、そのまま岩の上に残された。S-39 の乗組員はタウンズビルへ送り届けられ、他の潜水艦での任務に再任された。平時に座礁することは不注意と考えられ、艦長は軍法会議にかけられるところであったが、 ラルフ・ W ・クリスティテ督トクによって救われた。S-39 は第二次世界大戦中の戦考で2個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。